皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットパートナーの卓球丼の高田です。今日の卓球知恵袋はカット打ちを安定させるための一つのポイントをご紹介したいと思います。今回の対象者もカット打ちが苦手な卓球初心者の方を対象としておりますので、よろしくお願いいたします。では一つ問題です。皆さんがカットマンと対戦してカットを打った経験がある方たくさんいらっしゃると思うんですが、なかなか安定しない、なかなか安定して入らない、そういう経験をされた方は多いと思います。なぜなのか、一つの理由としては相手のカットマンの変化、回転の変化がわからないという理由もあるんですが、もう一つ大きな理由があります。で、その理由というのは何なのか、一つ考えてみてください。はい、今回の答えなんですが、今回の答えはカットを打つ時の打球点ですね、打つ位置、打球点の高さがバラバラになるから安定しないというのが答えになります。はい、結論として、打つ打球点の高さを一定にしましょう。一定にしてカット打ちを安定させましょうということになります。ではなんで高さ、打球点の高さを一定にしなければいけないのかということなんですが、よく試合、私の生徒さんもそうなんですけれども、試合を見ていると時にはバウンド直後早く打ったり、時には上の方まで来るのを待って打ったり、時にはカットが落ちるところを打ったりと、皆さんバラバラなんですね。バラバラになってしまうと、一つは体の軸もぶれます。そしてもう一つはラケット角度もその時に応じて変えていかなければいけない。はい、その二つの理由でカット打ちが安定しなくなります。これは結構初心者の方に多い現象で、いろんな試合を見ててもその位置を変えて打ってしまうので安定しないというのがよく見受けられます。ではどういうふうにすればいいのかというと、もう単純にどんなカットが来てもバウンド、自分の打ちやすい位置で打つ、打球点を一点にして打てば体の軸もぶれないですね。そしてラケット角度、特にラケット角度を変えなくても済みます。そしてもう一つは、それをやろうとすると必ず動いて打たなければいけなくなるんですね。なので動く癖もちゃんとついてしまう、ついてくれるということなんですね。はい、なので今回のカット打ちを安定させるための一つのポイント、打球点を一定にしてカットを打ってみましょう。これはカット打ちだけではなくて、他の、攻撃マンの時でも利用できる技術になりますので、試してみてください。では実際にやってみます。